そろそろみんな怒ろうやって話なんですよ。やってられるかよって。もう我慢できない、はっきり言う、はっきり言いますよ。でもそれやって何になるんですか。今自分の一議席守るために永田町の論理に飲み込まれて、それやって何になるんですか。愛国者を名乗りながら、保守を名乗りながら、日本を弱体化させるような経済をずっと続けてるんですよ。こんなこと許せますかって結論ずっと言ってんですよ。みんなに忖度したいんですよ。みんな幸せにしたいんですよ。本物の好景気見せたいんですよ。徹底的に戦うって言って、野党が徹底的にどうして戦わないんだっていうことへの抗議なんですよ。徹底的に戦わない奴らをどうやって国民の皆さんがそれを支持するんだって話なんですよ。徹底的にあなたのために戦える、這いつくばってでもあなたのためにやりますって誓える集団を作りたいんですよ。皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。本日2024年4月1日で令和新選組が誕生して5年目を迎えることになったわけですが、まさか政治に全くの無関心だった自分が5年もの間、ある意味この世の選択肢の中で一番避けていた政治というジャンル、ずっと同じ政治団体を YouTube を通して応援し続けることになるとは夢にも思いませんでしたし、本来は政治のお話を目的としたチャンネルじゃなかったんですけどね。人間とは何か、人生とは何か、神とは何かみたいな、そういうお話をするためのチャンネルだったんですけど、山本太郎さんの凱旋だったり、三橋貴明さんと山本太郎さんの対談動画をきっかけに、いつの間にか気がつけば政治の世界に足を踏み入れていました。政治というカテゴリーの中で本来自分が伝えたかったお話をそこにミックスしていってみようと思い立ったとも言えるかもしれないです。5年の月日の中で数々のトップランナーだった令和応援チャンネルの多くが、どういう事情でなのかは分かるチャンネルよりも分からないチャンネルの方が圧倒的ですが、更新が止まってしまったり脱落していってしまって、自分がしっかりしなきゃという使命感なんて言ったらおこがましいですし、使命感を感じるほどの影響力は僕のチャンネルにはないんですけど、僕のチャンネルなんかより中身もクオリティも丁寧さも充実してるチャンネルがたくさんありますしね。けれどもとはいえ、自分が現時点でできる一番令和の統制拡大につながる最善策が YouTube なのかなという、選択肢として継続してるっていう、そんなところですね。で、今回は5周年記念ということで、僕が知る限り現存する一番古い令和新選組の凱旋動画を久々に見たくなってですね、2019年4月26日 JR 名古屋駅桜通り口前の凱旋動画ですね。山本太郎さんが3時間15分喋りっぱなしなんですけど、この中身が荒削りながらも今見ても凄まじいんですよね。凄まじいのと同時に、5年経った今と5年前の山本太郎さんと言ってることもその熱量も少しもブレてないと言いますか、改めてこの人すごいなっていう、そういう人だと知ってるはずなのに何度でも新鮮な驚きがあると言いますか、古い動画であるはずなのに一番新しく感じると言いますか、皆さんとこの驚きを記念すべき日にシェアしたくて、3時間15分を20分ぐらいにまとめさせていただきましたので、ぜひとも最後までご覧ください。そろそろみんな怒ろうやって話なんですよ。やってられるかよって。だから抜けるんですよ。野党戦ってるけど足りない。何が足りないか、本当に今困ってるところに手を差し伸べるってことができてない。将来この国の未来予想図ってものをちゃんと描けてない。一番必要なものは経済政策、借金これ以上したらどうするんだって、バカ言うなって話ですよ。財務省に騙されないでくださいよ。
自国通貨建てで借金してんですよ。円で借金してんです、日本は。円で借金をしてて、円をすれるっていう状態にある。そのような国が、債務超過でデフォルトみたいなことになるはずないでしょ。なった国あったら教えてくださいよ。よく言われるのがギリシャ。ギリシャみたいになるぞ。よく言われましたよ。カン・ナウトみたいな人が言ってた。でもどうですか、ギリシャどうして破綻したんでしょうか。だってギリシャは自国で通貨を発行できなかったんですよ。しかも借金は海外であったりね、ユーロなんですよ。しかもギリシャはもうすでにユーロに入ってんだから、通貨はユーロ。自国通貨建ての借金を、自国通貨を発行して返すなんてことできるはずもない。だってユーロなんだから。ユーロを発行できるのはヨーロッパ中央銀行ですよ。ギリシャの銀行じゃない。ギリシャの危機と日本の状態を重ねて言う人はまず嘘つきだと思って間違いないです。プライマリーバランスの黒字化なんて言ってるやつらは詐欺師だと思ってください。プライマリーバランスの黒字化って何かっていうと、自分たちに入ってきた収入の中でしか回しちゃいけないってことです。収支の話、お金が入ってきた、それを赤字にならないようにお金を使おうね。ね、でプラス黒字になるのが一番いいっつってる。ちょっと待って、世界でプライマリーバランスの黒字化を目指してる国なんてありませんよ。世界は何を言ってるか。プライマリーバランスの黒字化ってつまり何かっつったら、基礎的財政収支のことですよ。プライマリーバランスイコール基礎的財政収支ってこと。世界中はプライマリーバランスなんて言ってない。じゃあどういう目標でやってるか、何を使ってやろうっつってるかっつったら、構造的財政収支ですよ。この先自分たちはこれぐらい成長する力があるっていうことを見込んだ上で、当然借金もする。借金もした上で成長させていく。借金なくして成長なんてできるはずないんです。当たり前です。皆さんのお勤めの会社で、会社の持ってる資金以上に借金をして会社回してませんか。無借金で経営してる会社どれぐらいあります。どこの企業だってそうですよ。自分たちの持っている持ち金以上の借金をして事業を拡大していく、当たり前じゃないですか。だって縮小するわけにいかないんだから。それを国でプライマリーバランスの黒字化、入ってきたものの中でしかやっちゃいけないみたいなルールで縛りつけたらどうなるか。パイは小さくなる以外ないんですよ。そんなことバカなことやってる国は日本だけ。それを20年財政を絞ってやり続けて、結果どうなったかって、人々貧困化したじゃないですか。子供たちの約7人に1人貧困ですよ。政治は責任取りましたか。どうして子供たちが7人に1人貧困になるんですか。大人が貧困だからですよ。安く使われて、賃金低くて、長時間労働で、それだけじゃ食べられなくて、ダブルワーク、トリプルワークで心も壊して、そんな地獄みたいな社会にこれ以上住み続けるのかって話ですよ。だから言ってるんですよ、私に力貸してくださいよ。私に力貸してくださいよ。もう我慢できない、はっきり言う、はっきり言いますよ。6年前私は東京から1議席で受からせてもらった。この1議席守ることは非常に重要です。この1議席守るためには、自由党が国民民主党と一緒に合流したのについていって、で組織の力を借りながらもう一回東京で勝つことを目指すことが順当な勝ち方ですよ。でもそれやって何になるんですか。今自分の1議席守るために永田町の論理に飲み込まれて、それやって何になるんですか。今やるべきことはそうじゃない、本当に底上げするためにみんなの力借りて、あるところから取ろう、ないところから取るな、あるところから取る、これが税金の基本でしょ。取るんだったらあるところが先ですよ。消費税みたいな取り方なんてありえない、当たり前です。それだけじゃない、国は借金していいんですよ、当然です。これみんな刷り込まれすぎてる、財務省の論理に乗りすぎている。テレビ新聞本当のことなんか言えるはずないでしょう。だって新聞は軽減税率適用されんですよ。いかに消費税があまりにもありえない税金なのかってことを新聞が言えるはずないんですよ。軽減税率適用してもらわなきゃいけないから、既得権益側ですよ。もちろんその中には心ある記者もデスクもいる。なんとかみんなに本当のことを伝えようと努力する人はいる。それはテレビも一緒。でも言えないことの方が多いってことですよ。だって商業主義にのっとってんだから。それだけじゃなく、財務省に対して反旗翻したとしたら国税入りますよ。国税が入る怖さわかるでしょ。会社関係者の皆さん、
鉄壁なんですよ、財務省の守りは。だからテレビに出てくるコメンテーター、財務省の子会しかいないじゃないですか。本当の言うこと言うやつなんてみんな排除ですよ。財務省一番強いんですよ。お家でもそうでしょ、財布握ってる人が一番強いじゃないですか。同じこと、彼らに対してコントロールされてる世の中が続けば、あなたの生活首縛るに決まってんじゃないですか。はっきり言います、この国は20年以上も皆さんに対して本来はするべき支出一切してこなかった。それをもってどうなったかって言ったら、この国は貧困化していった。見てください、これ見てください。この国、国の形としては続きますよ。国の形としては続く。でも取られるものは取られる税金で、受けられるサービスなんてどんどん減らされていきますよ。しかもこの世代は生活保護も受けられない、そして資産形成もできないとなれば、高齢者になればもうご勝手にっていう話です。それでいいですか？僕はそれじゃダメだと思う。だから取り戻すんですよ、この世代とともに、この世代以外の人たちとともに。あなたの生活が苦しいの、あなたのせいにされてませんかってことですよ。あなたが役に立たないからとか、あなたが力がないとか、あなたが勉強してこなかったからだとか、頑張ってこなかったからだって話にされてないかって話ですよ。冗談じゃないって。国がやるべき支出を出してこなかった、それによって多くの方々が厳しい状況に置かれ、本来ならばちゃんとした仕事をできる、そういうような職に就ける、そして家族を持てるってことが担保できていた世代さえもう切り捨てられてきた。細切れに非正規だったりバイトだったりっていうことでこう食いつないで、パートナーがいたとしても奨学金の借金があって一緒にもなれず、結婚することにも躊躇して子供作ることも諦めなきゃいけなかったっていう世代がロストジェネレーションじゃないですか。答えは簡単なんですよ、ここに対する処方箋。出さなかった金をさっさと出せってことなんですよ。その金どこから持ってくるのかって。その金持ってくるんだったら当然2つのお金の作り方がありますってことです。1つ税金から。でもこれはね、当然税金で取るってなったら金持ちから最初ですよ、申し訳ないけど。だって増税の必要があるのに全員平等負担ねなんてあるかよって。20年も30年も苦しみ続けた生活の中で今から平等負担になりますなんてバカな話はない。消費税なんてありえないって話です。当然まず増税が必要だって言うんだったら金持ちからいきますよ。法人税の累進課税、これを導入、所得税も昔に戻す、刻みを多くする、金持ちがより金持ちになって企業がより金持ちになっていくっていう何十年を担保してきたんだって、その逆を今からやるっつってバチ当たりますか。でもう一つやり方としては新規国債の発行ですよ。新規国債の発行、どの国もやってますよ、どの国もやってる。当然ですよね、だって成長させていかなきゃいけないんだから。成長していない国は日本だけなんですよ。で成長しなくなるとどうなるかってことです。消費弱まりますよね、消費も弱まる、買えなくなるんだから当たり前ですよ。みんなの生活苦しくなって、強制的な物価の引き上げ、消費税ね、別に消費が高まっていって物が売れてってことで物価が上がっていくインフレになるんじゃなくて、強制的に消費増税によって物価が引き上げられる。であなたの賃金は引き上がらない。だとしたらどうなる？物価は上がって実質賃金下がるんですよ。これを消費税下げて物価を下げてあなたの賃金上がるっていう状態にする。今まで出せなかったもの、今まで買いたかったものっていうものが手に入っていくってことで消費、これ活性化するでしょ。で消費税下げるってことを事前にこれインフォメーションされることによって何が起こるかって言ったら、これ企業が投資をするってことになるんですよ。こんな政治やってていいのかって。だからこそこの GDP 拡大していくためにはどうしたらいいのか。個人消費が弱いのであれば政府が支出する以外ないんですよ。例えば政府の支出として考えられるのは何があるか。消費税減税ですよ。消費税減税 5% にしますとか 0% にしますってことで、これ財政支出、金を出してるのと同じことです。例えば消費税をゼロにした場合に、これ25兆円規模の財政出動と同じなんですよ。当然初年度は物価落ちますよ。強制的に消費税で上げてた物価がこれ8から0にしたら一気に落ちますよね。当然
だいたい 8%から0% にした場合に物価は、8% 丸々落ちるんじゃなくて 5% 中間ぐらいまで 5.数%落ちるっていう計算になってるんですね。でもそれだけ落ちるんであれば皆さんの実質賃金も上がるんだから、より買える状況が生まれる。それだけじゃない、物事が動き出すんですよ。当然消費税これから減税しますってことになれば、企業だってじゃあ今のうちに機械を入れ替えておくかとか、今のうちに物がもっと売れるんだったら人をもうちょっと雇おうかとかっていう状態になってくる。世の中がだんだん温まってくるっていう状況を本当は政府がやらなきゃ。はい、プラスの話してるじゃないですか。消費税やめろっつってんですよ。今の日本経済救う、いやだからみんながちょっと待ってくださいね。みんながお金使ってて使える方はいいですよ。ちょっと待って、マイク渡してあげて。どうぞどうぞ喋ってってください。カラオケ歌うみたいに。いやどうぞどうぞ、ちょっと待ってくださいね。圧倒的にお金使えない人たちの方が多いっていう前提に立ってください。でその人たちも含めた上でお金を使った上で経済を良くしていくためにはどうしたらいいか、景気を良くするためにはどうしたらいいかっつったら、消費税まず減税するのが私は大前提だってお話をしてんですよ。マイナスの話はしてない。逆に言ったらプラスなんですよ。でごめんなさいね、いやありがとうございますご意見。逆に言ったらこの私の言い方がちょっとね感情入りすぎてた部分があるかもしれない。だって悔しいんですよ、悔しいんですよ。だってみんなの生活を本当はもっと底上げすることなんて政治はいくらでもできるんですよ。国家権力ですよ、どんなことだってできるんですよ。どんなことだってやってるじゃないですか。だとするならその逆パターン、みんなをプラスにしていくことなんてたやすい話なんですよ。それができるんですよ。でね、消費が弱まっていくとどうなるか、要はデフレですよね。20年デフレ続いて消費が弱まって民間も弱まったってなったらどうなるかって言ったら、みんなが消費しなくなったら生産能力も衰退していくんですよって。で、国力自体が弱まっていくんだって話ですよ。愛国者を名乗りながら、保守を名乗りながら、日本を弱体化させるような経済をずっと続けてんですよ。こんなこと許せますかって。あなたの生活を底上げすることが日本を守ることにつながるんだってことですよ。あなたの生活を不安がないような状況にすることがこの国を守ることだってことです。それこそが最高の安全保障だってことですよ。結論ずっと言ってんですよ。みんなに忖度したいんですよ。みんな幸せにしたいんですよ。本物の好景気見せたいんですよ。お願いします。でね、ごめんなさいね、私が消費税をゼロにしろとかで最低賃金1500円を政府保障にするとか、それとか数々のこと言ってます、数々のこと言ってます。奨学金をチャラにするとか、お前にそんなことできんのかって言われます。今の私ではできません。だからそれができる私にできるように、それができる私になれるように皆さんの力集めてくださいよ。裏切りませんよ。裏切るぐらいだったら最初から芸能界辞めてませんから。力貸してほしいんですよ。だって山本太郎政治家になったら売名のためだろうって言いますけど、はっきり言います、芸能界にいた時の方が給料良かったんですよ。給料が下がる、収入が下がる売名なんて聞いたことあります？力貸してほしいんですよ。力貸してほしいんです。どうして山本太郎一人で牛歩やってるか知ってます？バカが目立ちたいからやってんだろうって。とんでもない。ご心配なく、700人いる国会議員の中では知名度ある方なので、わざと目立つ必要ないんです。どうしてそこまでやるかって言ったら、徹底的に戦うって言って野党が、徹底的にどうして戦わないんだっていうことへの抗議なんですよ。徹底的に戦わない奴らをどうやって国民の皆さんがそれを支持するんだって話なんですよ。徹底的にあなたのために戦える、這いつくばってでもあなたのためにやりますって誓える集団を作りたいんですよ。消費税をゼロにしたい、奨学金をチャラにしたい、安い家賃で住める初期投資のいらない家を担保誰でもできるようにしたい、いろんなこと訴えてますけど、今の私一人ではできない。だからそれをできる私になれるように皆さんの力集めてくれませんかってことなんですよ。そんなこと言ったって政治は都合のいい時だけそんなこと言うんだろ。今までの政治なんて裏切り続けられた。確かに皆さんそう思われてるかもしれない。でもあなたが諦めた瞬間に、その手を離した瞬間に、政治はもう違う方向行くんですよ。もっと加速するんですよ。もっとひどい世の中になるんですよ。あなたが諦めてるんだったら私にかけてくださいよ。あなたが行かない、政治はもういいって思うその前に、一回だけでいいからかけてみてよって、それを広げてよって、あなたの思いを完全に力にできるような全国的なつながり作らせてくださいよ。
本当は私一議席守るため、自分が議員を続けるためだけだったらこんなことしなくていいんです。所属してる政党の人間に言われました。なんでわざわざそんなしんどいことやるんですかって。当たり前ですよ。私一人が議員であり続けるためには別に大きな政党に入り続けてそこで戦えばいいだけの話でも、これ一人になった途端一気にテレビ扱わなくなるんですよ。所属してないし、で入ってる委員会も限られるし、発言の場も少なくなるし、圧倒的に不利、選挙の時にもほとんど扱われない。どうしてそこまでして戦うのかって、だって悔しすぎるから、あまりにもひどすぎるから。せっかく芸能界辞めてこっち来たんだから、爪痕残してやりますよ、形にしてやりますよ。そのためにあなたの力必要なんですよって。貸してくれませんか力。